はい、どうもどうも。今日は任務クエストのディアブロスをやっていきたいと思います。ちなみにモンハンワールドの動画はため撮りしていると思うので、上げる順番は割とバラバラになると思います。この動画が上がる頃にはもしかするとストーリー全部越してたりとか、ないしはまあ上位まで行ってるかもしれないんですけど、ご了承ください。まあ2、30個ぐらいため撮り多分ねしてると思うので、まあいつ上げるかとかさ、気分でちょっと決まっちゃうんでね、なんとも言えないんですけど、そこは。お、いましたね。てかさ、救援信号を出したのに誰も来てくれないんだけど、悲しい。もう3分ぐらい経ってるんだけどな、誰も来ないですね。まあ、このままソロでやっていくか。まあ、ソロでもね、全然今回戦えるんで。むしろ、なんか、マルチでやるよりソロで越す方がね、早いんですよ。多分皆さん、ソロでやってると思うんですけども、圧倒的にね、マルチよりソロの方が早いんだよな。お、味方が来てくれたぞ。てかさ、今回のノラって、ノラだけどノラじゃないよねって、おい、死んでるじゃん。で、まあこうなるんですよね。まあ、マルチプレイの怖いところは、救援に来てくれるのはいいんですけど、死なれるっていう。かつ、もらえる報酬もね、少なくなるので、まあ、報酬っていうかお金か。あとね、体力がソロの時と比較して 2.6 倍になるんですよ。もうこれがね、痛すぎる。中途半端なメンバーとかで行くと、マジでね、クエストがきつくなっちゃうんで、それだったらもうなんかソロで行った方がね、早いんですよね。僕の家の部屋紹介動画とかを見たことある人ならわかると思うんですけど、モニターの横に Mac があるんですよ。その Mac で今 YouTube 見てるんですけど、スプラ実況者がなんかみんな、モンハンワールドやってない。気のせいじゃないよね。結構なんか主要な実況者がモンハンワールドやってるんですけど、あれかな。まああれってなんだっていう話なんですけど、スプラトゥーンが加速できそうですね。なんかこの間ネットのニュースで見たんですけど、モンハンワールドのせいで、なんか PUBG とか、まあ、あとはね、なんかスプラトゥーンとか、まあそういったね、人気の、まあ、オンラインゲームがあると思うんですけども、まあそういったところがね、なんか軒並み誘ってるみたいなんで、まあ元々のなんかその母数が多いからあんまり実感しないと思うんですけど、まあどのオンラインゲームとかでも誘ってるみたいですね。みんなモンハンワールドに流れてるみたいな。てかモンハンワールドの人気がすごすぎてすぐ回線持ちするんだけど、これサーバーがなんかいっぱいですみたいなエラーコードが出て、モンハンはね、僕もかなり初期の方からやっていて、まあ PS2 時代からやってるんだけど、で、非常にね、思い出深いソフトになるんですけども、まあ、歴代の中でもね、トップレベルで面白いんじゃないかなと思います。まあ、操作性とか、まあ、そういった面に関しては、過去作とも全然違うんだけど、モーションとかも。まあ、ダブルクロスとかで、まあ、加入した仮技、まあ、ダブルクロスじゃなくてクロスか。で、まあ、加入したね、仮技とかもなくなってたりとかで。あれは一体何だったんだっていう話なんですけども。まあ結構ねリニューアルされております。あとは過去の作品とかと比べると、もうグラフィックがね全然違いますよね。これグラフィックがもうとにかく違うっていうか、もうね比べようになんないですよね。比べられないっていう。いやーもう本当にね、なんか自分がこのゲームの世界に入り込んでるんじゃないかなって思うぐらいグラフィックが綺麗なんですよ。まあこれね、YouTube の動画で今皆さん見てると思うんで、そこまでなんか綺麗に感じないかもしれないんですけど、実際ね、モニターとかで見ると鮮明すぎて感動しますよ。なのでまだモンハンワールドを買ってない方おられましたら、ぜひ買ってみてはどうでしょうか。いやー、だってさ、まだ発売して数日なのに、もう500万本売れてるんでしょ。もはやね、スプラトゥーンとかお話になんないからな。500万ってすごすぎだろっていう。確か、サードの時で450万ぐらいでしたっけ？まあ、確か450万本ぐらい売れてたと思うんですよ。まあ、最終的には450万なんで、まあ、初動だと100万ぐらいなのかな。まあ、それ考えたら、めっちゃやっぱワールドってすごいですよね。って言ってたら、もうクエストが終わりました。ディアブロス弱くないか？まあ、弱くないっていうか、ワールドのモンスター自体弱くないか？なんかどのクエストでも5分から10分ぐらいで終わっちゃうんでね。まあダブルクロスとか4とかと比べると、
まあ、難易度はかなり低いと思います。まあ、ソロでもね、まあ、全然越せちゃうぐらいのレベルに設定されてるんで、はいはい、そういったところで今日は終わりたいと思います。またチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録もして、これからもモンハンワールドの動画生配信見ていってください。ではでは、お疲れ様です。